タカトシゴルファーよーす、はい、じゃあ次はタカさん、はい、B2 のタカさん、飛びそうですね。でも飛ばないんですよ。飛ばないんですよ。見かけ倒しで。全然飛ばないです。じゃあ球があると変わっちゃうんですかね。なるほど。どうですか。はい。B タイプの人って体を縮めないとパワーが出ないという特徴があるんですね。うん、で例えばあの高さん薬飲むときどうやってます。ゴクンって、はい、ここ今沈みましたよね、はい、で、トシさんどうやって僕はもう接客です。こうやってやりますよね。やります。で要は体幹を A の人って伸ばしてパワー出してゴクンって、はあはあ、なるほど。僕ら B ってゴクンですよね、はい。まあ、石川遼君なんかもこうやってガッツポーズするとき体幹こう伸ばしたりするんですよね、はあはあ、でトシさんあれ体幹打つだからこうやって俺こう伸ばすじゃん。そうガッツポーズ見たことないよ。いや俺こうですよ。バーディー取った時はいつもへえー、あでうちら B だからもう沈みですよ、はい、だからもうちょっとなんですか体に上下動があっていいんですよ。ああなるほど。上下動があっていいんですよ。あんまりないんですね。いや俺その上下動しちゃうと、うん、そのなんかこう球がもう例えばダフったり上叩いちゃったりとかすると思って完全に固定して打ってたんですよ、うん、もうそれだけを気にして。なるほど。それがダメだったとこ飛ばない、パワーが飛ばない原因ですね。最初はやっぱ当てるためにはその止めた方がそれは当たるんですが、うん、当たりやすいんですけど、やっぱりあのもう上限決まってきちゃうんですよね。飛ぶ距離が飛ぶ距離はもう、安藤美希さん B2 なんですよ、うん、安藤美希さんのジャンプって、はい、あのよっこいしょっていうのが沈みがちょっと大きいんですよね。で浅田真央さんとかキムヨになってそのままスッて回るじゃないですか。一回ためて力出すんです。ためがないから飛ばないんだよ。そうそう絶対そう。沈めればいいですね。まあ動かせばです。あの伸びてもいいんですよ。もちろんあの B2 だからって沈みっぱなしじゃ全く打てないんで、うんうん、あの例えばジャンボさんもこうやってグワッて上がる横峯さくらちゃんもグワッて上がる、うん、ジャックニクラスもこういうふうに上がる、こういってからガーンみたいな感じなんですね。だから体をもうちょっと上下左右どっちでもいいんで、はいはいはい、あの動かしやすい方に揺すってあげるってことです。なんか最初言われたのはやっぱこう頭の位置が動かしたらダメだみたいな、はい、言われるわけですよ、うん、こうやってでそればっかり練習しててここを固定してだからほぼもう手打ちみたいな感じで体重移動もしてなかったんですけど、はあ、それも多少揺れちゃってもいいんですね。揺れちゃってです。だからそれだともうパフォーマンス半分になっちゃうんで、うん、だからちょっと最初はあの1回止めたものを動き出すっていうのはちょっと難しい部分もあると思うんですが、うん、あのそれはちょっとトレーニングして、なるほど、あの揺すって打っていくっていうのをもうちょっと揺すって打ってやれば、揺すって打ってパワーがこう伝わる感じがあるんじゃない。あ、そうですね。あ、はい、少しも全然躍動感ある。よいしょ、おー来たよ、ほら来たよ。それで B タイプは膝動かしてもいいですから、膝フリーにしてください。膝フリー、あ、そうなんですか、うん、そうです、そうです。あ、それぐらい動かしてもいいですね。そうなんです。じゃあジャンボさんとかもグダッてこう動くし、うんうん、僕なんかもう膝がすごい動く、まあ、B タイプ、B1 も B2 も膝が動くっていうのが特徴なんですよ。はぁ、膝を動かさないようにしか考えてなかったです、今まで。そうですね、逆のことやってたんだ、はい、そうですよ。で、まあ、ポイントとなるラインがこの1番の、うん、まあ、1番のラインがここのライン、はい、2番のラインがこの溝落ちのライン、はい、3番のライン腰、はい、4番のラインが膝なんですね、うん、で、足首は誰もが、この足は誰もが固定するラインの5番なんですけど、うん、この2番4番を止めて3番の腰とか肩がこういうふうに動いてるのが A、うん、で今度は2番のラインと4番のライン、膝とか肘がこうやっていっぱい動いてきているのが B タイプなんですよ。へぇ、ですので膝は動いていいです。俺の親父絶対 B だよ。この間やった時にこんな膝グニーキャーって、そういうのが親父の方がうまいのだから。でも飛ぶ親父の方がギューンと力が入ってるんですよ、うん、親父は下流で向回転だもん、ボールは向かして、どこ行くんだよ。だから、うん、変な落ち方。下手くそじゃねえか。で、まあ、パワーを貯めるとすれば、B2 の場合はこの丹田っていう、この辺ですね、はい。この辺を止めると。この辺は、この辺ごと全部これパワーが抜けちゃうんで、この辺は
グッと押さえつつ、なるほど、あとは動かしていく。おー、いいですね。躍動感が全然違いますよ。出てきてる、これはいいんじゃない？いや、これでちょっと練習しまくって、これを覚えよう。いや、めちゃくちゃ今ほんと一番その距離を伸ばしたくて、どうやったらいいかっていうのを聞きたかったから、もう基本的なことを今日教わったから、マジでこれは。さあ、というわけで今回はね、なんか本当に目から鱗というか、いや本当にすごい、もう貴重なお話を聞けて助かりました。素晴らしい理論をいただきました。ゴルフ感が変わりますよ、これ、ね、皆さん。はい、さあ、そしてその理論が全て詰まっているのがこちらの DVD、はい、これはもうヒロト先生、これを考えたヒロト先生の監修のもとで、この DVD を、あの自身の DVD を作りましたので、なるほど、はい、これを見ていただくと非常に役に立ちます。はい、これゴルフに限らず、うん、あのどんなスポーツでも、どんなジャンルの、うん、人でも、うん、特に指導者、はい、学校の先生とか、うん、そういう方はこれぜひご覧になっていただけると、はい、4月3日でございます、はいはい、というわけで今日はプロありがとうございました。ありがとうございました。